どうもじさまです。呼びだけでも種馬兄弟です。はい、どうもじさまです。今日は、ガンダムバトルオペレーション2やっていきたいと思います。はい、今日のですねジム会ができたんでね、なんか階級が上がったんですよね。階級上がったらジム会作れるようになったんで、ジム会乗っていきたいと思います。はい、間違えて課金したおかげでね、パワードジムのバズーカが作れるっていうのが分かったんでね、ちょっとそれつけて高級品つけていきたいと思いますね。はい、マップ見ながらね、こう味方と連携なるべく取りながら頑張りましょう。まあまだね、初心者初めてばっかしなのでね、下手くそなんですけどね。これはいきなし厳しいぞ、状況が。大丈夫か、ザクさん。はい、外した。いったー。さあ、バトペ。なかなかもっさりしたゲームですけどもね。あ、後ろにいる。後ろにちょっと逃げなきゃ。えい、外した。キー連携取りたいけど連携取れてないな。死ぬかもしれん。落ちた。俺あれなんで当たってないんだ。 B 赤いいたな。案外って作れたかな。よいしょ。タックルとかした後って無敵入んのかな。さあ、なかなかね、普段はバトネグの実況してるんですけどもね、バトネグみたいにこう一人で戦況を覆すっていうのはなかなか難しいですね。危なー。はい、ザク会ね、あ、ザク会ちゃうわ、これなんや、ジム会か。ジム会ね、あの緊急回避持ってるのが強みですね。うえー、はい、いきなしオーバーヒートしちゃいますけどもね、なんとかもうちょっと頑張りたいね。よし、味方と味方にくっつきながらバチバチ打ってるけどね、頑張って当てていきたいな。まだまだ下手なんでね。よいしょ。あれ、何当たったんだろう。なかなか当たらんな。この間に、おお、ちょっと、この間に、選挙取ってね、ちょっとでも前に出れるようにしましょうかね。よし、これで敵はもう出てこないですからね。よし、X。そして機体をね、修理できるんでね。もう足がもうボロボロですね、レッグ。これ全部削り切ったら、元戻んのかな。途中で修理できるのが面白いですね。まあ、まだまだ下手なんでね、コスト戦でちょっと練習してるところなんですけどもね。よいしょ。お、ある程度回復しましたね。行きましょうか。押せ押せですね、チーム。あ、チーになんか赤くなってるけど、こっちだな、先。まだまだ慣れないんでね、難しいんですよね。が死んでしまった。よし。もうなかなか次の一発が弾撃てなくてね。あ、来た。マシンガンとかの方がいいんかな。とりあえずバズーカ練習しようって言ってくださる人が多いんで。あ、当たった。はい、バズーカ練習してるんですけどもね。よし、当たった。ちょっと下がりましょう。ヒットポイント少ないんでね。元気ある人に前行ってもらいたいところですね。よっしゃ。あ、いや無理してしまった。やられた。無理しましたね。あ、味方もやっつけてくれた。ありがとうございます。
押し引きが難しいですね。いけるかな思ったんですけどね、全然いけなかったですね。どこが戦ってるんだろう。 B かな。くらえ、よし、よいしょ、よし、ほい、 OK、 これで、これで、よっしゃ、やっつけた。2対1、これ戦争は数ですからね。さあどうしようかな、どっち行くのが正解なんだろう。ちょっと中継修理してるのかな、味方は。ちょっと時間稼ぎましょうか。よし、かわしたぞ。さあチーム、よいしょ、よっしゃ、よし、味方も来てくれた。あ、当たった、よし、よしよし、いいじゃないか。あれ、何に当たったよ。ういぃー、敵拠点まで結構攻めてきた。これ、よっしゃ、よいしょ、よいしょ、もういっちゃっ、やったね。タイマンだとこのコンボが強いんだな。なんかね、前回の動画で小じさま降りてね、うろうろしてたんですけども、中継点から壊されたモビルスーツが壊された場合呼べたりするみたいですね。うん、情報教えていただいてありがとうございました。お、なんか人間がいるぞ。人間どこにいるんだろう。人間、あれ、人間いなくなった。人間死んだのかな。人間いないね。点差だいぶ開いてるんで、これはこの拠点でじっとしてる方が良さそうな感じですね。なんか歩いてる。えい、あ、死んだ。人間死んでる。死んでる。めっちゃ悲しい。待機してますね。ある程度点差が開いちゃうと、こういうマッチプレイでもう終わっちゃうんかな。これはもう、勝ったかなっていう感じしますね。どうしよう。あと10秒ぐらい。さ、ちょっと寝転んで待ちましょうか。ドカーン。あ、勝ちましたね。一緒にザク寝てるし。はい、チーム強かったですね。ありがとうございます。じいさまめっちゃヘボかったけど、なんとか、なんとかかんとかっていう感じで、はい、無謀に突っ込んで死んでしまいましたけど、お、スコアはでもなんかトップ取ってるぞ。はい、よかった。お、みんな一人ずつトップ何か取ってる。すごい、ありがとうございました。賞賛ももらいましたね。ありがとうございます。ということでね、まだまだ下手くそですけどもね、じっくりね、練習していきたいと思います。うん、これは何を表してるんだろう。対ライバル、あ、ライバルと戦って、あ、ね、ライバルに勝つとなんか星マークがつくみたいなこと言ってましたね。うん、とりあえずなんか勝ったのかな。はい、ありがとうございました。ということでね、もしここまで見てくださった方がおられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またコツコツ頑張っていきますので、最後までご視聴ありがとうございました。